国立研究所ローレンス・リバモア国立研究所は、アメリカ合衆国カリフォルニア州リバモアにある、アメリカ合衆国エネルギー省が所有する、国立研究所である。創立者は、マンハッタン計画で、クリントン・エンジニアワークスの設置にも関与していた、原子力物理学者、アーネスト・ローレンス。1952年に、 核兵器の研究開発を目的として設立され、物理学、エネルギー、環境、バイオテクノロジーなどを研究を行っている。管理、運営は、ローレンス・リバモア・ナショナル・セキュリティが行っている。水爆の父こと、エドワード・テラーが所長を務めたこともある。2009年3月31日には、世界最大のレーザー核融合施設である、国立点火施設が完成した。 実験装置の一部には、荒ヤ USA から大型レーザーガラスが導入されている。また、磁気浮上式鉄道の一種である、インダクトラックの研究も行われている。2012年、116番元素は、当研究所の名にちなんだ、リバモリウムと名付けられた。ありがとうございます。